まあ、燃えるは燃えますよね。でも直ちに危険かっていうと、これで爆発的に燃えるかっていうとそうでもないんですね。まあ、メラメラと、はい、最近ね、爆発燃焼に関する、まあ、事故が結構多くてですね、まあ、いろいろな状況がですね、まあ、消毒用アルコールの使用に伴ってですね、その取り扱いによって、事故が起こっているというようなことがありましたので、ちょっと解説をしてみたいなと思います。話題になりましたけどね、車の中で除菌しようと思ってね、このスプレータイプのものをね、シュ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 って使って、まあ、タバコですとかね、こう火器をですね使って、火がついてしまったというケースですとかね、よく行われる実験なんですけど、その話題となっているその除菌スプレーアルコールということでね、大体まあ 70% 前後含まれているものなんですけど、ガスコンロにですね、引火性があって危ないっていうふうに言われるんですけども、ガスコンロにちょっと向けてですね、噴射してみますね。まあ、燃えるは燃えますよね。でも直ちに危険かっていうとそうでもなくて、まあ、火がついてるところでこう、除菌の作業なんかをするとね、台所なんかでね、危ないですよって、そういう捉え方でいいかと思いますね。でこれステンレスのプレートなんですけども、そこにティッシュペーパーですね。もう一回同じようなことを、はい、この除菌スプレーでアルコール湿らしたものにライターでこう点火してますね。でこれで爆発的に燃えるかっていうとそうでもないんですね。まあ、メラメラと、こういう開放空間ではまあ、メラメラ燃えると、まあ、量にもよるんですけども、直ちにじゃあ危ないかというとそうでもないというぐらいの燃え方ですね。はい、一旦消して、で次にですね、これも割とよく行われる実験なんですけども、これ空き缶なんですよ。先ほどのこのプレートのこの開放状態でやったケースと比べて、これですね、ちょっとこう閉鎖空間といいますか、容器の中に同じようにアルコールを入れてですね、ここに実は穴が開いてて、ここから火をつけることもできるんですけども、炎が出てるのに一瞬見えるぐらいなんですけども、これでも別に即こう爆発するとかそういうことではないんですね。ところがですね、今度はスプレーをですね、同じようにこう缶の中に入れまして、これ蓋くり抜いているんですけども、こう紙コップでこう押さえ込んで、こう密閉空間ですね、閉鎖状態にするとどういうことになるかというと、この穴の開いたところにこうライターの火を近づけますと、紙コップが飛んでしまいました。大した量入れたわけじゃないんですけども、先ほどのこの、ステンレスの上にですね、ティッシュペーパーに湿らした量に比べて、そんなにたくさん使ったわけでもほぼ同じ量ですよね、使った量ね。ところが環境の違いですね、閉鎖空間にすると一定のこの空気との割合、そういう条件下にあると爆発的に燃焼反応が起こってしまうということですね。まあ、アルコールという物質そのものが引火性があって危ないっていうのは言えるんですけども、その環境に影響するということですね。はい、最近ね、爆発燃焼に関する、まあ、事故が結構多くてですね、特にまあ、いろいろな状況がですね、まあ、消毒用アルコールの使用に伴ってですね、その取り扱いによって、事故が起こっているというようなことがありましたので、ちょっと解説をしてみたいなと思います。エタノールなんですけども、いわゆるこの除菌スプレーとかね、含まれている消毒用エタノールなんですけども、
ものによってはね、きちんとこう、ね、あの無水エタノールという状態でね、もうほとんど 100% に近い、99% ってあったのかな、こういうものも売られているんですけども、今話題になっているのはこちらの方ですか ね、このスプレー、これはスプレータイプなんですけども、あのだいたいあのものによってはあの、もうちょっと濃いものとかね、薄いものあるんですけど、まあ、大体 70% 前後のものが多いようです。まあ、引火性が高い物質だということで、まあ、知られてるんですけども、ここに化学反応式書いてありますけどもね、要はあの酸素が加わって、まあ、燃焼反応をするというものですね。ただあの、この燃えるって現象で非常にこういろんな要素があって、あの単純にはこう言い切れないというのがあるんですね。先ほどお見せしたその、開放空間ですね、開放状態でエタノールを燃やした場合、ティッシュペーパーに含ませて燃やしたんですけど、メラメラ燃えましたよね、まあ、メラメラと燃えましたよね。ライターであの点火したら、あの染みていたエタノールがね、可燃性物質であるエタノールが、まああの含むあのティッシュペーパーの付近ではね濃度高いんですけれども、解放状態なのでどんどん拡散していってしまうということで、まあメラメラ燃えるとですね、あの一気にこう濃度が薄まっていってしまってね、炎のここら辺 近いところではね割と元気に燃えるんですけれども、あの解放状態なので拡散していってしまって爆発的な燃焼に至らないということですね。2つ目のサンプルでお見せしたのがこの空き缶の例なんですけども、あの使った量はねそんなに多くなくても、むしろ少ない量ですね、スプレーで、空き缶の中にこう蒸気の状態で、こちらとのちょっと違いはですね、この閉鎖空間で ある一定の割合で空気と混合してるっていう状態が保たれてるんですね。でそのアルコールの場合ですね、まあ、アルコールその他あの可燃性の物質に共通してるんですけども、爆発的な燃焼が起こる範囲、まあ、1気圧下で爆発燃焼が起こる、その範囲内にある場合は、まあ、危険であるというような言い方をすることがあります。燃焼範囲なんですけども、あの全体の体積の中でですね、エタノールがこれ1気圧下でね 3.3 から 19% ぐらい含まれるという場合に爆発的な燃焼が進むというふうに言われています。これはあのプロパンガスですとかね、まあ、水素ガスなんかでもね、あのその固有の燃焼範囲があるわけですけども、一定の割合で、まあ、空気酸素が混じっていると、まあ、危険であるということですね。でここのところあのニュースなんかで問題になっているのが、実はあのこの炎天下の車中ですね、車の中ですとかね、まあ台所なんかもあのキッチンなんかもそうかもしれませんけども、ある程度のこう閉鎖空間でアルコールですね、エタノールをこう噴霧すると、広い空間であればねそんな問題ないんですけども、特に炎天下で、こうキャップが緩んでなんかあの液がこう漏れやすい状態になっていて、エタノールの蒸気がね充満するような状態で、例えばこうライターに火、ね、タバコを吸おうとしてあの点火してしまったということでね、あの爆発燃焼が起こる、そういったことは十分に考えられるわけですよね。最近のニュースなんかでもねちょっとあの話題になりましたけどね、あの車の中であの除菌しようと思ってね、このスプレータイプのものをねシュ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 って使って、まあタバコですとかね、こう火器をですね使って火がついてしまったというケースですとかね、